肩が痛い。さっと塗れる薬ないかしら。ゼノールなら塗りやすくてベタつかない。痛いその時すぐ塗れるゼノール。ゼノール。肩が痛い。さっと塗れる薬ないかしら。ゼノールならチックタイプで塗りやすい。痛いその時すぐ塗れるゼノール。腰が痛い。痛みにピンポイントで塗れる薬ないかしら。ゼノールならチックタイプでベタつかない。ああ。痛いその時すぐ塗れるゼノール。ゼノール大砲薬品。肩が痛い。さっと塗れる薬ないかしら。ゼノールならチックタイプで塗りやすい。痛いその時すぐ塗れるゼノール。くるくる回すと出てくる出てくる。これがチックタイプ。はい。ああ、わかりました。はい、すいません。腰が痛い。痛みにピンポイントで塗れる薬ないかしら。ゼノールならチックタイプでベタつかない。ああ、痛いその時すぐ塗れるゼノール。ゼノール大砲薬品。小田さん入られます。よろしくお願いします。お願いします。本日も出演されます小田真嗣さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。肩が痛い。はい。肩が痛い。はい、カット。はい、カット。はい、ありがとうございます。ちょっと編集で検証してみますので、ちょっとお待ちください。すみません。はい。はい。肩が痛い。さっと塗れる薬ないかしら。はい、カット。はい、カット。ちょっと顔が弱かったかもしれないですね。弱かった。はい、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 肩が痛い。はい、カット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 。そう、ありがとうございます。ちょっと編集で確認させてはい。くるくる回すと出てくる出てくる。これがチックタイプ。すごく楽しかったです。コンテを初めて見たときに、あ、面白いなって思ったんですけど、現場ではちょっとそれを超える楽しさがありました。はい。本当に特にすごく今ひどい状態ではなかったんですけど、何度か塗っていくうちにスースーしてきて、すごく軽くなりました。左肩ばっかり塗ってたんで、今左だけがすごく軽い感じなんで、早く右を塗りたいです。初めての経験だったのでちょっと最初想像できなかったんですけど、意外とこうあそこから出てくると自然とテンションが上がるっていう、なんか本当楽しい気持ちでやらせていただきました。商品の中から出てくるところは全然何度でもできるっていう感じでした。やっぱりお気に入りのシーンも見どころも商品の中から出てくるところだと思います。多分あんまり今までに見たことのない感じの衝撃度だと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。多分今子育て真っただ中っていう感じなので、本当に多分常に使いたい
気分ではあるんですけど、忙しいのでいつもなんか自分のことは二の次になって、使いたいんだけどなんか多分そこまでの行動ができなかったんです。でも今回すごく簡単に塗れるんで、多分これだったらちょっとパパッとなんか使いたいなっていう時、子育てで疲れた時になんかこう二の次にならずに使えるなって思いました。雨ですからね、あまり外には出れないっていうのがあるので、でも気分がこうちょっとジメジメしちゃったりは嫌なんで、よく映画を見てますね、家で。なんかディズニーの映画とかで、子供たちにも見せたいけど自分も楽しみたいんで、なんかこうちょっと子供も大人も見れる映画を見てます。まあ、基本的に悪役って、まあ、イメージのことを考えるとちょっとやりたくないと思われがちなんですけど、結構やってて楽しい部分もあるんで、こうこんな悪役があってなんかそういうこう限定しないで、なんか本当いろんな悪役にチャレンジしていきたいです。やっぱりおうち時間が増えてからは一から作るっていう時間があるんで、もともとこう多分、ハンバーガーだったらバンズしか作らなかったのをパンから作ってみるとか、そうですね、結構パンは増えましたね、やっぱりなんか時間がないとできないんで。